張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。お父ちゃん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。見つけんのうめえな。リンゴはこれくれでいいだろ。よく見つけてくれたな、ごはん。へん、うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ。ご飯置いてかないでよ、お父さん。うん、ご飯と一緒に行かねえとな。やっ、わりわり。どうした、ごはん。僕疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、いいよった。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え、おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけんど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ていてやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でもどうやって釣りするの。釣り竿ないでしょ。へへん、普通は釣り竿を使うけんどな。オラがガキンチョの頃は尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、オラも尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。じゃ、オラがガキンチョの頃やってたやり方
教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。釣れるかな。